はい、皆さんこんにちは。劇団アジです。今日は4月の23日火曜日、時刻の方は20時52分です。よっよっぴょぴょー。はい、ユミレジ F1 プレイについてね、今日はね、もどきさんがもう12本3本、結構気合い入れてね、動画を作っててくれて、で今上手ずっと見てたんだけど、これね、これ消しちゃうって言うけどもったいないよ。このアンツツで見たらカメラの判定が16メガピクセルで認識してるとね。で仕様変更したんじゃないかっていう。でまあ、おじいもコメントはしたんだけど、もうどんどんほら動画作ってるからね。一番最初にその本体自体のスペックでどうなってるのかね、アカメラとか、そこまず真っ先に確認するよね。で解像度がいつまでどれぐらいまでできるのかとか、で認識がね、認識がとか表示が F1 なんだよね。 F1 プレイって出てこないんだよね、本体名がね。はい、ピョピョー、01だよ。まあ、前より美味しくなってんのかな、どうだろうね。01出たばっかの頃ね、美味しい買った時ね、あんま美味しくなかったんだよね、これね。まあでもオールフリーに近くなったね。あれからの進化考えれば、キリンフリーね、あれ最初の苦かったやつがすごい好きだったんだけどね。一般的には、まあ、受けが悪かったみたいで、改良しちゃってね、おじいは最初の味が好きだったんだけど。今日は餃子。そう、それでね、もどきさんが、で、今一番最新の動画で、オープンカメラでね、静止画が48メガピクセルまで選択できるから、カメラは48メガピクセルっぽいよね、こっちが本当だよねっつってね、まあそう判断してみた、見たんだけど、まあオープンカメラで撮影出てくるのもいいけど、まあオープンカメラの前にその純正のね、純正のカメラで実際にスペックを見るとかね、解像度のとこ見るっていうのが一番最初かなと思ってね。で最初はね、16メガピクセルでアンツツが認識するっていうのはおそらくなんだけど、 F1 の基本スペックの書き込みである情報があるでしょ。でそこを読み込んでる、表示してるだけだと思うんだよね、マシンのスペックを。で F1 プレイっていうのはF1 なんだよ。F1 のプレイエディションなんだよね。別の方が、やっぱ開封レビューしてるんだけど、まぁ、ちょっと、引用させてもらうと、パッケージは、F1 なんだよ。で、F1 のパッケージで、ベースが F1 なんだけど、プレイエディションっていうね、シールが貼ってあるよっていうね。そういうことなんだよね。で、その方のやつ見てもね、やっぱ、ラムとロムが、F1 なんだけど、F1 プレイなんだけど、ね、でもモデルはやっぱ F1 なんだよね。もどきさんのもそうだったし、もどきさんのやつが、これだよね。で、これがアンツツの情報を見ると、外側のカメラが16の8だから、あれーって思ったんだよね。で、あとラムとかね、ストレージ見てね、まあ64だろうからね、まあこれ見ると、普通のノーマルだったら128メガのね、あれだから、ちょっと違うなと思って。
F1 と F1 プレーの比較を見ると、夢ネジ F1 プレーはストレージが64ギガ、ね、ノーマルは128ギガ、で、ラムはプレーが6ギガの、ノーマルが4ギガ、ね、その違いがある。で、カメラが、プレイは4800万画素、ね、サムスンの2分の1型 F1.7 と800万画素。で、ノーマルは1600万画素に800万画素ですよっていう。で、この情報が、チップの中に思い込まれたものまで変更してなかったんだね、きっとね。プレイエディションということで、パーツだけ、入れ替えて、本体情報を 分けてなかったんだね。そういうことなんだよね。で、おじいも最初はさ、16メガだから、違うなと思ったけど、ソニーのセンサーと同じ理屈だったら、それがもし12メガピクセルで認識するんだったら、そもそもさ、どっかに情報あったかな？情報ないか？情報ないね。あ、あったあった。なかった。ごめんごめん。ソニーのセンサーは12メガピクセルのセンサーの差で、通常 RGB とかこうやってある中で、それをさらに4分の1にして、4倍の48メガピクセルにしましたよっていうことなんで、12メガで認識してるんだったら、センサーのサイズ、全体的な大きさが関係あって、そういうこともあるのかなとかって思ったけど、よく考えたら16メガだからね、12じゃないから、あ、それ違うなと思って、やっぱりね、本体情報の書き込み情報が書き換えられてないっていうだけなんだね。だからシールを貼ってある、プレイエディションだよっつってね。で、モノキさんがそう思ったっていうことは、絶対に他にも何人もいっぱいいるんだよ。で、そのモノキさんがせっかく体験した、あれ？これおかしいぞって、アツツベンチマークってみんな真っ先に使うんでしょ、これ。だ、同じこと思う人がいるんだよ。だ、そういう人たちの検索のために、これ取っとかないとダメだよ、これ。ここのとこで、前のやつはね、消しちゃうって言ってたけど、もったいないよ、それやつは。おじいだったら残しておくよ、ちゃんと足跡を。だって一人が暗殺みんなやるわけだから、あれおかしいなって絶対騒ぐって。だから、そういう人が、そういえばネット探したらね、こういう人もいたよ、ああいう人もいたよっつってね、あ、そうなんだって解決になるからね。だから、消すんじゃなくて、説明欄のところに、で、この後、オープンカメラとかね、純正のあれを見たら、ちゃんと48メガピクセル、指定ができたので、読み込む情報が F1 のままらしいね、一部ね。っていうように、書いとけば、それで OK だと思うよ。もったいない。あ、ぬるい。氷入れてくるの忘れちゃった。みかんジュース。ね。そんな感じ。おじいもね、ちょっとね、ドキッとしながら見てたんだよ。ほら、ちょっと前にさ、安いスマホ、ね、海外仕様のやつが日本に入ってきちゃったっつってね、リコール問題になったでしょ？カジマックさんも結構取り上げたじゃん。で、ああいうこともあるから、あ、もしかしてこれ、うっかりやっちまったのかなって、でもそんなことってあるのかなと思って、LINE ね、ちゃんと分けてやってるだろうにね、パーツを。いや、そんなうっかりってあんのかなと思ってさ。でも、よかったね。まあ、モドキさん見てると面白いんだよ。もう、わーって思い込むと、あーってもう、あれで、でもいろんなので検証して分かったからよかったけどね。でも気がつく順番が、動画が12、3本目で、あれっつって、あんつつで、なんて言うから、その前に 気がつこうよ。
真っ先にフロントカメラ、アウトカメラの撮影試してたからさ、まあ、その時に解像度ね、いろいろ選べるからさ、そこのところで気がつきたかったよね。でも、こうやってみんな、あれだからね、いろいろ覚えておくっていうか、まあ、逆に、ユミデジがこの F1 プレイをちゃんと、中のその読み込むところのね、データベースの記載のところ、ちゃんと F1 プレイにして、ちゃんとね、アウトカメラの情報とかも、ちゃんと48メガピクセルで、書き換えてれば、こういうことはなかったんだね。そこの情報ってどうなんだろうね。ファームウェアで更新できるのかな。どうなんだろうね。そういうのって。どうなんだろう。もどきさん消しちゃったかな。どうかな。更新してみて。よかったね。ちゃんと、F1 プレイ、暗室では16メガ表示ですが、オープンカメラ、正解。おじい、まだこの動画公開してないのに、ね、さすがだね、もどきさん。パチ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 ってことでね。いや、もう、この日本で第1号の F1 プレイ開封式、ね、開封動画アップした、ね、有名人だからね、もどきさんね。もったいない、もったいない。決勝なんて、本当大正解です。さすが、ポチポチ。ということでね、あ、よかった。こんなこともあったんだよっていうことでね、これから F1 届く方、参考にしてくださいね。で、もどきさんの、面白かった、ジタバタしてた、やつ、このびっくりマークのところに入れておくんで、もしよかったらね、ここにも出てくるようにするから、見てみてください。そんなわけで、おじいでした。またね、バイバイ。